のランプが点滅してからメルバー弾圧までものの数十秒間です。巨人は約3分間しか地球上では活動できないんです。なんで生きれる？ボルザが逃げたのに巨人は追わなかった。というより追えなかったんです。体のストライプは最初はレッドとパープルの2色でした。ストライプがレッド1色に変わることでパワーが発揮できるんですよ。だったら初めからレッドで戦えばいいのに。僕も最初はそう思ったんですよ。パワーが発揮できるようになった分スピードは遅くなってるんです。反対にパープル一色に変わると動作が機敏になるんです。でもその分パワーが落ちるんです。敵に当たるダメージが大きいのはレッドなんです。メルバのような身軽な怪獣だからパープルで倒せたんです。そうか、敵の特徴に合わせて巨人は自分の体をコントロールすることができるんだ。